エグステップ。はい、水泳ある。今日はね、最近ちょっと SNS でショッキングなニュースを見たので、自分の経験も踏まえて水泳あられた紹介お話しさせてもらおうかと思います。最近ね、ちょっと SNS で更衣室で下着泥棒が出たっていうニュースを見て、まあこっちとしてはすごい不愉快、まあ水泳だからそういうのもあると思うんですけど、なんかね、そういう悲しい出来事を見るといろいろ話したくなっちゃって、まあ、僕のね、まあ、知り合いも下着盗まれたことがあって、やっぱそれって結構ねメンタルが狂う出来事なんで、やめてほしいなっていうのがちょっとあるんですけど、あとその話でちょっと思い出したことが、金銭的な窃盗感が、まあ、あったなって思い出して、僕ね、地元長崎なんですけど、ここを愛知県でこう出るようになって、常に大会に出店、売店がショップ、そう出るようになって、あれなんで愛知県規模であんのみたいなことをなんか考えるようになって、なりは大阪、大阪だけど毎回その何々スポーツさんが毎試合を出店して、普通にキャップとか水着とか学部の試合、実際大会で何でもなく、それがやっぱ結構すげえなと思う。まあ地方だからな、長崎県は長崎県大会じゃ出店売店来ない、だから長崎県高校総体とか中学校総体中総体とか売店来なくて、年に何回かで九州大会とかが売店でいろいろ物を見れるチャンス、まあ、当時ね、僕らはもう学生時代なんで、数えたら十何年前みたいな、もうインターネット発達してないんで、もうそこで買うしかないんですよ。最新グッズ絶対見たろう。レーザーレーサー出た当時とかね、もうなんか遠い世界の話、絶対見たろうみたいな感じで思って、そこまで行かないと見えない。見えない。地方じゃ着てるやつ見ねえって。すごい。で、売店行ったらやっぱり、売店に行きたいからっていう目的で試合に出るやつもいるぐらい、売店って結構ね、なんかいろんな商品見れて楽しいから。まあ、そういうね、地方の人たちからすると、九州大会の規模が大きい試合に出ると、売店が楽しみに出るんですけど、まあやっぱり、親同伴にならないとか、お金を自分で管理してたり、まあ、コーチに預けてればいいって話なんですけど、なかなかね、それができないことが自分で金を持ってて、まあ、水着1万円、安いものはね、練習に3000円から、レース用水着当時は1万円以上とか、決まったんで、それを持ってるんですけど、大会のウォーミングアップとか出るときに、サイクルそのまま行っていくと、やっぱパクられるんですよ。それ専門の泥棒がいるんじゃないかみたいな話も出るぐらい、結構サイクル窃盗事案であって、僕の先輩実際2人やられてるんで、だからね、そういう小さい子をターゲットにしてるのか、何なのか、誰が犯人なのか、まあ、聞いたことはないけど、そういうやからがいるってことだけは一応ね、スポーツやる上で知ってもらって、まあ、そういうやつ、この動画を見てるんだったら、もう絶対やめろって俺は言ってやりたいね。本当に、そういう青少年たちを狙うやつらを許せないと。下着泥棒っていうの、ゲスの気分だよ。また選手でやってることかも分かんないよね。なんか変なおっさん見たとかいう話も聞くから。だったら、なお立ち悪いけど。まあ水泳はやっぱり露出が多いからね、撮影許可証が必要だったりとか。そういう目で見る人も絶対少数であるけどいるんで、そういう被害に遭う人がね、いなくなればいいなと思って、今回こういう動画を上げさせてもらいます。重ための話でね、こういうゲスの極みがいなくなれば嬉しいんでね、もうこういうこと、こういう被害に遭った人がもしいたらコメント欄にコメントいただければ、またこういうお話もさせてもらえるのでよろしくお願いします。Twitter、インスタ、Facebook、公式 LINE、TikTok やってますので、ぜひ概要欄からこんなことされました僕とかあれば、コメント書いてもらえたら僕もコメント返していきますので、ぜひ皆さん書いてください。僕はちなみに国体の選考会で数時間かぶられました。仮面だけじゃなく下着だけじゃなく、靴はね、帰りも話ですよ。話のないんですよ。笑えないですよ、マジで。これはね、見るかな、今の実際に今のネタ通じるかな。足もね、図書室に行け。はい、はい、じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。じゃない、エグステイバー。